成田空港でのファンからの歓迎というのはどう感じましたか。もうめちゃくちゃ嬉しかったですね、はい、で我々の戦いはサポーターの皆さん、国民の皆さんに笑顔になってもらう、そして喜んでいただくということで戦ってますけど、そこで我々がありがとうございますって言わないといけないのに、ありがとうっていう言葉をかけていただいて、何よりも国民の皆さんの笑顔と、はい、喜びをこう見せてもらうのがもう本当に自分の喜びで、はい、今嬉しいです、はい。なんかそんな森保監督の姿を見るというのも大越さん嬉しいですね。嬉しいですね、本当に、はい、森保さん、この大会を振り返っていきたいと思うんですけれども、まず全体この日本代表の戦い総括して、はい、どのように表現しますか。そうですね、新しい景色は、ベスト16の壁を破れなかったということで見ることはできませんでしたが、違った、新しい景色、ドイツやスペインに逆転勝ち、したりということであったり、これまでになかった日本の新しい景色は見れたかなと思いますし、何よりも選手たちが見せてくれたパフォーマンスは新しい時代に日本のサッカーが突入しているなということを、はい、示してくれたというふうに思っていますので、これからさらに楽しみになる、楽しみにしていただける戦いができたかなと思います、はい、本当に私もそのように感じます。日本サッカーのこのスタイルについて伺っていきたいんですけれども、今お話にありましたようにドイツそしてスペインという強豪にですね、くしくも0対1という劣勢から逆転勝ちを収めました。このしっかり守ってカウンターで勝つというスタイルは一つ確立できたのかなという気もするんですけれども、そのあたりどうご覧になってますか。そうですね、おっしゃる通り、我々がいい守備からいい攻撃にということ、世界の舞台で勝つために必要なベースの戦い方から、相手にリードされた時にはカウンター攻撃はなかなか効かない中で、選手たちが、よりアグレッシブに、勇気を持って勇敢に前に出ていくことで、世界のトップトップの強豪にも逆転勝ちを収められるという、新たなというか、日本の新たな力を見せてくれたかなと、戦い方ができたかなと思っています、はい、森保監督、小木と申します。本当にお疲れ様でした、お疲れ様でした。応援ありがとうございました。スタイルについて今お話ありましたけれども、世界も非常に驚いたと思うんですよね。これ前半と後半でがらりと何かこうチームの性格が変わるような戦術、森保マジックとも言われましたけれども、森保監督の中でこう今までの試合でもあまり見せてなかったこういった選手起用の仕方っていうのは、もう強豪に対してもうこれでいこうと、こうじゃないと勝てないみたいな、何か思惑があったんですか。教えてもらえますか。そうですね、ワールドカップに出てくるチームはどこも強いですし、特にドイツ、スペインというところは、ワールドカップの優勝経験もある、力のあるチームですので、簡単に我々が理想とすることはできないだろうと、その時にはまずは、いい守備から、入っていくということで、選手たちには前半我慢してもらいながら、で後半、一気にギアを上げていくというところ、が選手たちがよく理解してくれて戦ってくれたというふうに思います。他の戦い方もできたとは思いますが、勝つ確率をデータ的には言えないですけど、考えた時には選手も納得して、戦うプランに沿ってプレーしてくれたかというふうに思っています。ただ本当こう後半一気にこう上げる中で、個々の局面でも全く劣ってなかったと思いますし、1対1の局面で日本の選手が、世界の中でこう戦っていけるというところを選手たちは見せてくれたと思います、同行取材した安藤アナウンサーはきっと森保さんに聞きたいことたくさんあるんじゃないですか、いや私も本当にこうついて取材をさせていただいていて、各試合が終わるたびに海外の記者の方にもお話を聞いていたんですが、日本は進化しているよねと言われることがすごく多くて、試合をこう回数を重ねるごとに日本のユニフォームを着た海外のファンの方というのも
増えていったように感じていて、そういう海外からの反応というのが私も取材をしていて本当に誇らしくて嬉しくて、森保監督はそういう反応はどう感じていらっしゃいますか？そうですね、とても嬉しいです、はい、我々がやってること、そして世界の舞台で勝っていこうとすることが、日本のサポーター、国民の皆さんにも喜んでいただき、そして海外で、サッカーを見る目が超えた方々にも評価してもらえるということは本当に嬉しいですし、選手たちが見せてくれる、勇気を持って勇敢に戦うことと、日本の粘り、良さでもある粘り強く戦って、はい、チーム一丸となって最後まで戦い抜くというところを、もう世界中の人たちが感じてくれているのは嬉しいですね、はい、諦めない姿勢というのが本当にいろんな人に響いたと感じますね、はい、そこは、選手とともに共有して表現したかったところですので、はい、そうやって見てもらえて嬉しいですし、勝つためにも、最後まで諦めない、で戦い抜くということは非常に大きなポイントとなる、ところだと思いますので、選手たちはよくやってくれたと思います。うん、森保さん、大越さん、ありがとうございます。はい、この大会だけでなくてですね、その代表にそのアジアから選出されるまでも含めて、その代表監督というのはですね、そのいろんなこう激しい批判にさらされたり、また一転してこう称賛されたりっていう、その非常に厳しい環境の中にあると思うんですね。はい、僕だったら耐えられないかなっていうぐらいに感じるんですけども、それをどうやってしのいでいったんですか？そうですね、まずは鈍感力があるんであまり感じてなかったところはあるかなとは思いますけど、称賛も批判も含めて、サッカーをより、幅広く見ていただけるということが、私にとっても、嬉しいことですし、無関心であることの方が寂しいことなので、本当にこうありがたく、思っています。そしてサッカーで、夢や希望、元気や勇気や根気を、届けられたらと思っている中で、国民の皆さんが日常の一部としてサッカーを見ていただいて、喜怒哀楽を喜怒哀楽の感情を爆発させることができるって、すごくサッカーをしている者にとっても嬉しいことですし、できれば喜びがいっぱいあってほしいですけど、喜怒哀楽すべてぶつけていただいて、日常の、ストレス解消につなげていただけたら嬉しいです。チーム運営について聞きたいんですが、この非常に多様な個性派の集まり、これをチーム一つにまとめ上げていく難しさもあったのではと想像するんですけども、そのあたりいかがですか？そうですね、選手全員が野球で言えば、エースで4番という、俺が王様俺が一番っていうところは、やっぱこの世界、一流アスリートの中では当然持ってもらいたいとこですし、そういう選手たちが突き抜けていこうとする、向上心を見せてもらうことがまず、すごく嬉しいですし、まとめるのはもちろん大変ですけど、私たちのチームには素晴らしいベテランがいて、チームをまとめてくれる。で、今回26人中19人がワールドカップ、初出場ということで経験値は浅かったですけど、本当にベテランが若手を、うまく支えてくれて、若手が躍動してくれたというふうに思っています。この若手の活躍を本当に日本の若い人たちが本当に俺たちもできるんだって思ってもらえると嬉しいです。ずっと同行取材をしていた安藤さんに逆に聞きたいんですけれども、取材をしてきて、そのチームの、はい、今おっしゃった監督おっしゃったようなその、空気の一体感みたいなものの強まりって感じましたか？感じましたね。特にコスタリカ戦が終わった後の練習というのは、やっぱりベテランの選手が多く声を出して引っ張ってなんとか前に向こうというような雰囲気を感じたんですけど、はい、スペイン戦が終わった後からはこうなんて言うんでしょうか、みんなで前を向いている、こう自信のようなものを感じました。やっぱりチームの中こう見ていらっしゃって変化っていうのはありましたか？そうですね、
勝ったり負けたりで、感情の波はあったとは思いますけど、大きくは揺れ動いてないなというふうに思ってまして、安藤さんがおっしゃられる通り、ベテランが常にチームをまとめてくれて、はい、監督はいらないから自分たちでまとめるよっていう感じ で、はい、チームをいい方向に導いてくれて、若手もそのベテランの姿を見てと、自分たちも仲間のためにチームのために、はい、そして日本のために、自己犠牲払って、次に向かうんだっていうことは、本当に一体感、言い合ってるわけじゃないですけど、はい、自然に生まれてきてましたね、はい、確かに長友選手がいるパスの輪はいつも賑やかだなですとか、はいはい、川島選手がこう先頭立ってトレーニングしているとちょっとピリッとしまった雰囲気だなですとか、はいはいはい、感じました。そうですね。でも本当個性の強い、集団ですけど、うん、日本の良さである、うん、団結力であったり、本当一体感を持って何かをこう何かに向かっていくという和の力をみんな、分かっていて、実践してくれようとしてたと思います。それが自分たちの勝つためでもありますし、我々を応援してくださっているサポーターや国民の皆さんにも、日本の戦いはこうなんだっていうのをみんなで共有して、はい、戦っていたと思います。戦えたと思いますね、はい、渡辺さん、何かこのチームを見ていて気になったこと、聞きたいことありますか？そうですね、森保さん、監督として選手たちにいろんな言葉をかけてきたと思うんですが、逆に選手たちからかけられて印象的だった言葉っていうのはありますか？そうですね、選手たちからかけられて一生の、でも、すみません、変な喋り方で、いや僕たちできます、勝てますって常にやっぱ選手たちはポジティブなので、はい、スペインであったりドイツであったりと戦う時にも、普段通りの力を発揮すれば自分たちは勝てるっていうことを常に伝えてもらってましたね。今長友映ってましたけど、予選の苦しい時も、本当に土俵際に立ってる時も、いやできるでしょ自分たちはっていう声を逆に選手からもらって、監督が励まされてました。森保監督も選手時代もさまざまな監督に出会ったと思いますし、監督としても長くこう務められてきて、監督として、多分正解っていろいろないとは思うんですけど、こうありたいな、はい、これだけは守りたいっていう、何か決めてらっしゃることありますか？そうですね、一つはチームの団結心を持って、戦うということは、こう大切にしながらも、組織的に戦うというところは、はい、選手たちには常に、伝えてい、ってるところかなというふうに思います。ただ私自身はカリスマ型で、トップダウンでなんかこう引っ張っていくという形ではないので、みんなで頑張ろうよという雰囲気をできるだけ作っていきたいなというふうに思っています。森保さん、これから日本サッカーはどういったところを目指していきますか？それはチームのスタイルにしても、あるいは成績にしても。そうですね、日本はこれから、本当にベスト16の壁を破るだけではなくて、協会も2050年までにワールドカップで優勝するということを、掲げていますので、本当にこう世界に追いつくではなくて、世界を追い越すというところ、勝つためには何をしなければいけないかというところを考えていかなければいけないと思いますし、組織的には戦いますけど、個の力をどれだけ、グローバルスタンダードの中で、そしてワールドカップ基準の中で、強くたくましく、大きくしていくことが大切かなというふうに思います。プラスその個の力の中には、人とつながれる能力を、はい、常に持って、最終的には組織的 に日本の輪の力を持って戦えるようにということは、必要かなと思います。そうした日本代表を作っていくためにも、もし仮にですね、協会の方から今後も代表監督を続けてくれと言われたら引き受けますか？
はい、続けたいと思います。そうですか。けど今は、はい、正式な話はいただいてないので、はい、監督業はもう少し続けていこうかなというふうに思っています。そうですか。素晴らしい采配ぶり、素晴らしい指導者の姿を見せていただきました。ありがとうございました。今日は森保はじめ監督に来ていただきました。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。